クズネツォフ NK-86 クズネツォフ NK-86 は、イリューシンイル -86 に使用された、推力 13,000kg フォースまたは 28,600lbf の低バイパス比のターボファンエンジンである。ソビエトのクズネツォフ設計局で開発された、クズネツォフ NK-8 の改良型である。1974年、航空産業省の PV でメンテブ ND、クズネツォフに、ソビエト初のワイドボディ旅客機である、イリューシンイル -86 のエンジンの開発を指示した。クズネツォフは、Ц-22M 用のエンジンの開発に取り組んでおり、新たなイル -86 用のエンジンまで手が回らなかった。そこでクズネツォフは、完全に新規開発するのではなく、限られた時間と資源のために、既存の NK-8 ターボジェットの推力を増強することによる改良を決断をした。しかし当初予定された NK-86 よりも燃料消費効率が悪くて出力も低く、そのため外国製エンジンより航続距離が短くなることが明らかになった。これは当時の製造技術の限界により、タービンに流入するガスの温度が低く、圧縮比も低いことに起因した。NK-86 エンジンの試験は1979年4月に開始された。1987年、増強型の設計の SC-86A が導入された。NK-86 の原型に1段目のタービンへの単結晶ブレードの導入を含む改良が施されたことにより、タービン入り口温度が 1280K に向上して、出力が増強された。離陸時の推力も同様に 13,300kg フォースになり、分解整備間隔も従来の3000時間から4000時間に伸びた。同様にエクラのプランとして知られる、ソビエトの地面降下翼機のエンジンである NK-87 の開発過程で導入された8項目の改良が取り入れられた。NK-87 は、軍用ミサイル戦闘艦として設計された、ルンキュエクラのプランのエンジンとして、部分的に使用された。一般的特性構成要素性能出典、ロシアンターボジェットエンジン。ありがとうございます。